といろんな切り方丸と四角がない。これもあれですね、自分のアレンジです。アレンジですか。はい。逆にこれがお茶目だと思ってくれたら嬉しいです。加藤意外とお茶目だな。でもケンキー去年こういうのやってないけど、はい、井上もやらしたらこんな感じだと思う。多分なんか同じ匂いを感じますね。ケンツさんからも。井上とは話したことあるの？いやマジでないんですよ。だからマジで早く聞いたことある。そうマジで早くなんか関わりたいですね。ケンツさんと。でもみんなただただいい人っつってたっすね。ああ井上。はい。いいやつよ。いい人みたいな。もうちょっとあれすればいい感じになりそうですね。ちょっと周り飛ばしてるんですけど。結構ね、ちょっとやっぱいろんなコース攻めていかないといけないんで、ちょっと散らして最後はゾーンで勝負するんで。めちゃくちゃ配球。寮生活の楽しみがある。へえ。久々の寮生活。そうですね、久々っす。また戻るじゃん大学みたいに。確かに。いやでもなんかそうですね、もう野球に打ち込める環境がまたいい環境でできると思うんで、そうですね、もうバンバン練習して早く一軍でプレーしたいですね。中尾はどう？仙台の寮生活。その楽天イーグルスには大学のほんと10年ぐらい前の先輩がいて、その先輩が出た後に10年ぶりに去年関東大会出たのが自分たちの代なんで、すごく縁もあってそういう先輩もいるのですごい楽しみにしてます。田中孝也選手、キャッチャーで、その方もすごい人間性的にもすごい方って常に言われてきたので、そういう方を見習って自分もそういう選手になれるように頑張ろうと思います。素晴らしい。同級生とか知り合いとかいたりするの？指名された入団同期の徳山選手も徳島で、そういう選手だったり、もちろん宗山選手は本当その今年の象徴するドラフトの選手だったんですけど、その吉野選手はちょうど後輩早稲田行って、自分キャッチャーやってたんですけど、その時レギュラーだったほど1個下の後輩が早稲田で、そいつ東北出身なんですけど、その子から連絡来て吉野よろしくみたいな感じで来たんで、ちょっと仲良くしてもらいたいです。さあどうですか？自分はあれですね、同級生に渡辺選手とか、ああそうね、そうです、メインのもう一番すごい自分の身近ですごい人がいるんで、高校の時からちょっと仲良くしてたんで、あそうなんだ。そうですね、まだ連絡はちゃんと取ってないんですけど、あと横浜高校にもう一人松本っていう同級生でいた人がいるんです。その子からは連絡来て一緒に頑張ろうみたいな。あとは2位で選ばれたしのぎ高生のとも、もともと面識あったんで、お互い一緒に頑張ろうって連絡取り合って、楽しみですね、めっちゃ。じゃあ、去年の渡辺選手の新入団発表の時に、派手にやってたじゃないですか。派手にやってたですね、だいぶ。あれ、やったほうがいいですか？DeNA ファンの人たちはなんか見たいんじゃないかな。待ってるっすよね、もう完全に。今年は誰なんだ、今年は誰だみたいな。いやいやでもあれっすね、4位にあれっすね、若松選手、コーチのいて、まあ切磋琢磨して頑張ったんで、ちょっとみんなでこの今回のドラフト選手たちで頑張れたらなと思います。独立リーグってやっぱ本当にプロ野球と同じように結構試合が多くあるんで、その中で自分のパフォーマンス出すっていうのはすごい難しいと思いますし、それがやっぱそこから先にすごいつながってくるから、そこで生かした経験を自分も加藤も早く生かして来年頑張ります。そのいくらでもどんな使われ方でも準備して頑張るんで、いくらでも怪我しないように気をつけますけど、いくらでも使ってもらえるようにまず実力をちゃんとつけていきたいと思います。かっこいいっすね、やっぱり。鉄腕だからね。鉄腕、そうですね。ちょっとインディゴソックスの鉄腕は指名されるって言われるようになるように、まず1号として頑張りたいと思います。山崎が続いてくれていいなと。そう、確かに。自分より多分鉄腕なのは彼だと思うんで、自分が休んでる時も正義がたくさん投げてくれたんで。ブルペンも含めてね、準備もね。何試合か本当に自分が疲れすぎて、ちょっとやばい試合で正義と斉藤が投げてくれて、ちょっとうるっときた試合もあったんで、本当に。2人には頑張ってほしいです。来年じゃあ北の選手1人ずつ、野手1人、ピッチャー1人ずつ選び込まれて、自分は龍さんですかね、今村、ダントツです。4割20本打つって言ってましたよ、来年。はい。いや、本当に打つ可能性あるんで、で、なんか20盗塁も目指したいみたいな。盗塁も。なんか後半、多分あの人毎日ウエイトやって、下半身も強くなって走れるようになったっすね。自分の順位を一瞬で抜かされちゃうんじゃないかな。不安も持ちながら。マジで足も速いもんね。そうですね。マジ期待っすね。ピッチャーなんですけど、本当みんないいんで、みんなって痛いんですけど、高橋なんですけど、自分は。今年行く人が、去年行ってくれた人たちがみんな活躍すれば、高橋の株も一気に上がると思うので、来年、本当に上位だったり、インディゴから初めての1位目指して、頑張ってもらいたいです。変化球も普通によくて、全部まとまってて、球速も50ぐらいでいくので、それが上がってきて、1年間シーズン投げられたら、どんな評価されるのかなって思います。いやでも本当に頑張らないとやばいですね。まあ、ここはゴールじゃないんで、こっからですもんね。だから、第2章から、もう自分のためじゃないですもん。インディゴのためにも、いろんな人のためにやんなきゃ。もっと指名されたら、浮かれる気持ちっていうか、そういうのもあるかなと思ったんですけど、こうやって本当に応援されてるなって、すごい感じさせる毎日で、逆に本当にインディゴ来た時と同じような気持ちに今なったなって思います。いやいやいや、なんかすごいっすね。いや、なんか喋れて、また真面目なこと言えるんで、さすが先輩だなと思いました。表面上は、いやいやいや、何かめちゃくちゃ表面上っすよね。これめっちゃ作ってるっすよ。本当は「クー」を連発する人なんで、そんなに部屋帰ったら今日喋れたんで「クー」って言ってるかもしれない。加藤が多分気に入ってくれたと思うんで、自分より先に活躍されて、勝手に空が加藤のものにならないように、ホームランはやりたいです。ハマスタの紹介の時にさ、そうですね、新入団選手の紹介でさ、それだけは自分見てるんで、やばいよね。いや、自分全然いけますよ。あ、ちょっとこれいいと思う。やって活躍して、どんどん広まってきたら、そうです。これは楽天の中尾選手が実はプロでやっていて、言ってくれたら、まあ、それは嬉しいです。両方、ビビン。セパでクーしか言わなくないように、頑張っていきたいです。これで家庭的なところも見つけた。それでも使うからね。いや、もうやって好感度上げていくみたいな、その計算も言っちゃうんすか。まあその計算高くできないのに言っちゃってる感じ。いや、なんかそれもまああれですね、自分の売りっすね。売りっすか。そこも含めて、そこも含めて、そこも作戦です。投手名は全然言わないですけど、なんかこれは絶対覚えてほしいみたいなのを自分は使わないですけど、全然親ぐらいだったら結構なんかちょっと語尾とかは「さあ」とか「なんとかさあ」とか、ちょっと山梨もそういうのとか「なんとかずら」とか、ずらは意外と言わないようで、自分の親世代ぐらいだったら結構言う人います。言っても別に自分違和感はそんなにないです。意外となんか自分も今こう聞かれると忘れちゃうんですけど、意外と自分も結構走ってることあると思うんで。いや、なんか全然違和感ないです。たまに中込ぐらいです。一番のちょっと県民性っていう感じが。いや、なんか確かにゴミさん、中込ってめっちゃ言うから。中込があったんです。確かにそれ違和感あるんですか。自分たちは中込、中込高校からやっぱ県外生多かったんで、そことかもやっぱりずっと変な感じだったんで、そうです。でも本当自分もなんか貫いて、そこだけはなぜか貫いてるんですよ。地元のなんか PR とかある。藤川だけ。あ、でも自分藤川中初のプロ野球選手ですごい取り上げてもらったんですけど、やっぱり藤川がまずあって、桜があるんですよ、自分の町。その桜のとこで本当に少年野球の時も、桜の1000本ある山があって、その1000本あるところのお祭りの駐車場になるところが自分たちのグラウンドで、そこで本当小学校の時ひたすら走ったり野球やってたんで、結構僕の原点なんで、その4月にあるお祭りはぜひ行ってもらいたいです。本当まだ小さい町だと思うんです。すごい全員あったかい町なんで、ちょっと早く帰って直接挨拶したいです。どうですか今日調理実習は。いや、でもなんかいい勉強になりましたね。勉強だった。そうです。なんか勉強、火加減とか、ステーキにちゃんと塩を最初に振りかけ、味付けするとか勉強になった。あとはなんかゴミさんのいろんなものを教えてよこれからも毎日多いし、自分も活動をもっとしていけるようにあとちょっとしたらもう会えなくなっちゃう。頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。現在、アーシュではインディグソックスとコラボしたふるさと納税を期間限定で実施中です。ふるさと納税では阿波牛と僕たちドラフト選手の直筆サインが入った色紙がもらえます。ぜひお肉と一緒に手に入れてください。阿波市のいいものはめっちゃおすすめなので、ぜひお申し込みください。それではバイバーイ。